こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。傷病手当金とは、健康保険に加入している人が仕事以外の怪我や病気のため働くことができず、会社から給与が支払われない時に、その療養中の生計を保障するために支給される給付金です。傷病手当金の支給期間は、支給開始から1年6ヶ月が限度となっており、通常は傷病手当金と障害年金が二重に支給されることはありません。しかし、ケースによっては傷病手当金の受給中に障害年金の受給権が発生する場合があります。この場合は、障害年金の金額が大きければ障害年金が満額支給され、傷病手当金は支給停止となります。逆に、傷病手当金の金額が大きい場合には、障害年金は満額支給されるものの、傷病手当金は障害年金の金額を差し引かれた金額が支給されます。ただし、次のような場合には、傷病手当金と障害年金の平均調整はありません。ケース1、国民年金のみに加入中に、うつ病を発症し、障害基礎年金を受けている人が、就職後に同じうつ病で傷病手当金を受けれる場合には、傷病手当金と障害基礎年金が両方支給されます。ケース2、うつ病で障害年金を受給している人が、他の傷病で傷病手当金を受給するなど、障害年金と傷病手当金の支給原因となった傷病が異なる場合には、平均調整されずに両方が支給されることになります。